早速本題ですが、今回はアメリカ軍アメリカ強襲揚陸艦がオスプレイを艦載しての佐世保基地に帰還を詳しく見ていきたいと考えています。オスプレイをこれだけ艦載するとなると離島奪還作戦は容易にことが進むでしょう。護衛艦伊豆もも同じことが可能で、オスプレイを艦載運用するだけなら可能。また F-35B 戦闘機の艦載も可能となるので、やはり中国にとっては脅威の何者でもありませんね。2022年1月から2月にかけて、東シナ海や西太平洋などで実施されていた、日米共同訓練に参加していた、アメリカ海軍のアメリカ級強襲揚陸艦のネームシップ、アメリカが、2月25日午前に、母港の佐世保に寄港したが、その際の飛行甲板上に、ティルトローター機、オスプレイが9機、ヘリコプター5機を露天掛かり寄されていたことが、話題になっている。強襲揚陸艦、アメリカは、遠征打撃軍の一角として参加していたとみられ、ワスプ級強襲揚陸艦、エセックスやドッグ型揚陸艦などと、行動を共にしていて、空母、カール・ビンソンや、エイブラハム・リンカーンらの空母打撃軍との連携や相互運用性を強化するための共同訓練が実施され、海上自衛隊からも、ヘリコプター搭載護衛艦、ヒューガ、やイージス護衛艦、コンゴーなども、共同訓練に参加していた。佐世保に入港したアメリカの飛行甲板上に係寄されていたオスプレイは、沖縄県普天間基地のアメリカ海兵隊第3海兵編成軍第1海兵航空団第36海兵航空軍の MV-22B と思われるのであるが、通常ではこのような形で佐世保に寄港することはないとされ、中国やロシアなどによる不測の事態が発生した場合に即時対応するための体制ではないかと見られている。MV-22B は、これまで、海兵隊のヘリボーン作戦に運用されていた CH-46 ヘリコプターに代わる輸送用ティルトローター機で、機体サイズは、あまり変わらないものの CH-46 の性能を大きく凌駕する機体で、最高速度や巡航速度が、約2倍、最大速度、約 520km/h、巡航速度 490km/h、航続距離は約 700km から約 3900km まで伸ばされ、輸送兵員数も CH-46 が12名だったものが24名となったほか、貨物搭載量は約3倍である。また、MV-22B のみならず、陸上自衛隊に導入が決まった V-22 も含めて、オスプレイは、回転翼を折りたたんだ上で、主翼を90度回転させて、胴体の全長以内に収めて格納でき、CH-46 と比べても、占有面積が、小さく場所を取らず、強襲揚陸艦や空母の格納庫や飛行甲板上に、多くの機体を積載できる利点がある。ちなみに、陸上自衛隊では、オスプレイを、2018年に新設された、南西諸島などの離島の防衛、奪還作戦を遂行する水陸機動団の部隊航空輸送手段として、従来の CH-47J の活用に加えて運用するとしていて、その担当部隊として、第1ヘリコプター団輸送航空隊を、2020年3月26日に新編した。しかし、その配備先として、佐賀空港に、新規の駐機場を開設して配備する予定としているのであるが、用地取得の遅れや自衛隊機の事故などを理由として、地元との調整が滞っているため、正式な配備決定までは、千葉県の木更津駐屯地に暫定配備されることとなり、2022年2月までに9機が配備される。長崎県に配備されている水陸機動団との効率的な運用のためには、一日も早い佐賀空港への配備が望まれているのであるが、これまでのところ、具体的な目途はまだ立っていないとされている。オスプレイに関しては、開発段階での事故が、センセーショナルに報じられたことがあり、
アメリカ軍基地の存在そのものを否定する市民団体や左翼系新聞などのメディアの格好な標的となっており、国内配備のみならず飛行するだけでも反対の声がそれらの団体やメディアから上げられている。今回の長崎テレビ、KTN のニュースにおいても、どちらかといえば、強襲揚陸艦が、オスプレイを搭載していることについて、批判的であり、情報を提供している市民団体、リムピースは、全国各地の在日アメリカ軍基地に、ストーカーのように張り付き、その動向を、逐一ホームページ上で公表していて、軍事情報を、中国やロシアに伝えているある意味スパイのような団体である。団体の運営は、アメリカ軍基地のある5つの地方自治体の、市議や元市議5名が行っているとされ、ホームページ上に、その5名の名が明記されていて、遠藤洋一氏、元東京都、福生市議会議員、金子時雄氏、神奈川県、相模原市議会議員、田村純元氏、山口県、岩国市議会議員、早見敦氏、長崎県、佐世保市議会議員、山城康雄氏、神奈川県、横須賀市議会議員と、いずれも左翼活動家や左派政党員である。確かに、オスプレイの開発段階の事故については、発生件数より、1回あたりの死者数が多いとされて危険視されていた。乗員4人と、兵員24人が搭乗する輸送機であるため、旅客機と同じで、墜落事故が一度発生すれば、多数の死者が出ることは避けられず、これが戦闘機であるなら、搭乗員は1人、または2人で、事故発生の際には、射出座席で脱出が可能であるために、死者がゼロとなったかもしれないと言われている。しかし、オスプレイは、2006年に、アメリカにおける量産開始から10年間に発生した重大事故は4回で、死者7人とされていて、他の航空機と比べても、事故率は低く、アメリカ海兵隊における10万飛行時間あたりの事故率を見ても、オスプレイの事故率は 1.93% であり、海兵隊が運用するすべての航空機の事故率 2.45% を下回っていることが判明している上に、他国の民間航空会社の事故率と比べても、フィリピン航空の 2.47%、大韓航空の 2.58% より、はるかに低率なのである。そのようなデータが出ているのにもかかわらず、その事実を無視する市民団体や左翼系メディアによるオスプレイは危険報道の刷り込みは、多くの日本国民に刷り込まれてしまっていて、根拠なく風評のみでオスプレイを危険視する傾向にあるのだ。オスプレイについては、日本国民が比較にならないほど、納税者意識が高いアメリカにおいて、配備が認められている事実を、日本国民は、今一度冷静になって考える必要があろう。そして、そのために、防衛省は、アメリカでは、危険性を解決していない航空機が実戦配備されることは、決してないということや、オスプレイが、実戦配備から、15年間経過している間の事故が、他の軍用機と比べても、圧倒的に少ないことをもっと広めるべきだとする声が高まっている。ちなみに、日本におけるオスプレイの機体整備に関して、神奈川県横浜市に本社がある日本飛行機社が、アメリカ海軍航空システムコマンド、ナベアルの指定を受けて、2022年2月15日に、初めて、アメリカ海兵隊の MV-22B が整備のために引き渡された。これはメンテナンスリペアオーバーホール MRO 契約に基づくもので、アメリカ本土以外においてオスプレイのメンテナンスが可能な数少ない企業であるという。日本飛行機では神奈川県大和市にある厚木工場でオスプレイの整備を実施するとしていて、
陸上自衛隊が運用する V-22 においても、そのメンテナンスなどを担当すると見られている。